随分と熱心に見ているようだが、もしかしてお前も行きたいのか？プレッシャーがかかると人は成長するようだな。それならどうすればお前は納得するんだ？実質的なご褒美か。ミュージカルを見てからメリーゴーランドに乗り、それから。昨日、誰かさんが厚かましく、俺にご褒美が欲しいと言っただろ？のんびりできる場所に行きたいと言っていただろう。だから、ここがいいと思った。他に質問は？なければ、今から劇場へ向かう。それならまずはメリーゴーランドだ。お前一人で行ってこい。俺は出口で待っている。どうだった？メリーゴーランドは。幼稚だな。
こんなくだらんことを俺にするのはお前くらいだ。恥ずかしいだなんて誰が言った？お前がそばにいるだけで、俺の気分はもう十分盛り上がっている。着いたぞ。正確に言えば、一般向けのオープンはこれからだ。だがお前が望めば、俺たちはこれの最初の乗客になることができる。なんだ？お前に質問を許した俺が馬鹿だった。目を開けろ。本当に怖くないから、目を開けてみろ。後悔しても知らんぞ。もう次は付き合わないからな。バカだな。何かに触れられるとでも思ったか。
いや、俺も乗るのは今日が初めてだ。金銭面ではな。作り物と分かっていながら、そこまで怖がるのなんて、お前くらいだ。あれはただの条件反射だ。映像がそれだけリアルだったということだ。アトラクションの出来を確かめるためだったと言ったら、お前は信じるのか？だったら、なぜそんなことを聞く？今日、俺がここへ来た目的はただ一つ。お前に付き合うためだ。それはお前次第だな。行くぞ。もうすぐパレードの時間だ。その考えは捨てろ。だが、違う方法でなら、一度くらいお前の馬鹿に付き合ってやらんこともない。まだ乗ってもいないのに、なぜダメだとわかる？何をぼーっとしてるんだ？パレードが始まるぞ。
もう少しそっちに詰めろ。少しでいい。まさか、ここのスタッフたちは皆プロだ。ああ、お前によく似合うな。さっきのピエロがお前にしそびれたことだ。どうした？まだ乗っていたいのか？おとぎ話の世界にいなくても。俺がお前をハッピーエンドにしてやる。